皆さんこんばんは、ナミです。今日はオールプチプラコスメで、ちょっといつもと違ったカラーマスカラとかを使ってメイクしてみました。それではビデオスタート。下地はこちらのケイトを使います。ファンデーションとセットになってるやつです。すっごい伸びがいいの、これなんかもう乳液塗ってるみたいな感じだから、塗ってる時に下地を塗ってる感覚が全然ないです。これはすんしかもなんかこう肌のデコボコみたいなのを埋めてくれるような感じが結構する。なんかもうチルチルに仕上がるの。保湿感もたっぷり。ファンデできましょう。これマジカバー力やばくない？そばかす勢さんたちには本当におすすめできるファンデーション。すごいんだって。私は手で塗るのがもっとカバー力が上がる気がして好きなんですけども、プチプラで今年これを超えるものが出てくるのかが心配っていうレベル。クッションファンデーションはね、いいのすごいたくさんあるんだけど、リキッドはまあまあなんかみんなそんな変わんないかなって思うのが多いので、これはちょっとびっくりしたファンデーションかな。私は上からこういうなんかクッションファンデーションのスポンジとか濡れたスポンジでピタピタピタフィットさせて使ってます。でそばかすがちょっと多いところは、私は重ねてます。いい感じ、隠せました。お黒とかシミはこのブリーブリーっていうこちらで隠します。これはあのペンシルタイプなので、もう本当に狙ったところバチコン消えます。狙い撃ちです。本当に塗り終わったらちょっとこう指で押さえてなじませてあげる。あとこの縁の周りとかも使えます。ニスフリーのパウダーを使います。最近ねこんなような感じのパウダーでいいのがあったんだけど、ちょっとまだ紹介するのが先になりそうなのでこちらを使います。粉出してなじませて余分なのを落とす。鼻周りが気になるのでここここから塗ります。あとマスクで擦れるこの辺とか、あと汗かくのでこのおでこのところ、あと眉毛ですね。眉毛の中に入れ込んでいく。で余ったのをこの目のところとかにのせます。めっちゃ綺麗、肌が肌が綺麗に見える。パウダーはとにかく軽い眉毛はビセ使います。ビセリセアイブロウパウダーのライトブラウンです。使います。ことこ混ぜた感じ。久々にビセの方使う。なんかコスメ整理してたらひょこっと出てきてそういうの使ってなかったなと思いましてですね、最近もずっとキャンメイクとかあの3使ってたから懐かしくなってしまった。私はこれ、眉ティントもしてるし、あの描き足す程度です。超楽マジ楽。眉ティント前で言ってるけど本当に楽よ。シャッシャーと書いて OK。 じゃあ眉マスカラ、このエチュードハウスのカラーマイブローマスカラレッドブラウンを使います。最近あの髪の色をちょっとこうピンクブラウンみたいな感じのカラーにしてもらったので、こういう色でも全然合う。ちょっとの差なんだけど塗っておきます。いいカラーできました。ノーズシャドウもこのカラーを使います。今日は細めに入れたいので、まずこの鼻の、
骨を無視して細めに入れます。ちょいと斜めに下ろす。で、毛糸を使う。もうここの流れは一緒です。ただちょっと細めに入れたいからちょっと無理してここ私の骨はもっと太いけど細めに内側に入れます。余ったブラウンを乗せます。かなりちっちゃくなってきました、鼻が。 OK、 じゃあそしたらね、ハイライトはいつものです。セザンヌのパールグローハイライト、もうこれ大好き。プチプラの中ではこれとクリアが大好きマスクしちゃうんで結構ね多めにつけてもいいんですけども、ちょっとメイク動画だと肌テカテカすぎるって感じでコメントいただくこともあるので、ね、ちょっと抑えめにします。目頭の横。口の上にものせて、じゃあそしたらアイシャドウいきましょう。はい、じゃあまず下地としてこのビセリセのセンシュアルスリークアイズのゴールドスパークルを使います。これをね、もうなんか最近こればっか紹介してるけど、これを下地として仕込みます。これ結構ねラメ感が あるようなやつなんですよ。他のカラーはねそこまでまあ入ってるけど、そこここまで目立たないけど、このカラーは結構このスパークルが効いております。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗でしょこれも下地としての効果がしっかりあるような感じだけど、これ一色でもね、好きな人は好きだと思います。アイシャドウはこちらエキュセのアイエディション04番です。どっちもブラウンなんですけども、こっちがちょっと薄めのブラウンで、これで、お隣さんのカラーが、まあ、どっちも色味濃いんですけども、使いやすいブラウンだと思います。じゃあこの薄い方のカラーから、こちらを二重まぶたより上らへんまで塗ります。めっちゃいいな、やっぱいい色だな。いろんな種類あって迷ったんだけど、まあ、王道なカラーがみんな使いやすいかなと思ってこれにしました。はい、こんな感じ。かわいい、綺麗。やっぱこのビセと合わせることでよりこのね、なんだろう、ラメがぎっしりになってて可愛いと思います。でもこういうラメが苦手な人はこの単色だけでお願いします。そしたらこのちょっと濃い方を取って下まぶたにのせます。ちょっとこの目頭側にも、で目尻のこの上まぶたの部分にものせます。はい、できました。めちゃくちゃ王道中の王道だけど使えるって感じね。粉質も素晴らしい、全然ポロポロしてこないしつけやすいです、筆でのせても。でラインはビセのアーモンドブラウン、これまためっちゃ描きやすいから、スルってやったらスッって塗れるめちゃめちゃ細かいわけじゃないから、めちゃめちゃ細いわけじゃないからね、細いのが好きな方には向かないかもしれない。いい色だなこれ、薄すぎず濃すぎず中間。目尻は持ち上げて真横にこう引っていく。で、目尻も少し引いて、この
黒目のところからは内側を引きます。目元がギュッと締まりました。はい、両目できました。そしたらマスカラはキャンメイクの下地とエクセルの新しく買ったオレンジピールを使います。下地はしっかり塗っとかないとなんか怖いので下がりそうだ。なんかあんまりつけすぎちゃうと変になりそうなので結構しごいて塗ります。ちょっとしごきすぎた、あんま乗ってないよね。あんま乗ってない系。おー、乗ったね。あ、いい色、かわいい。これ結構カラーマスカラしてるってわかる色じゃない？かわいい。いい色だね。オレンジピールだっけ。いいじゃん、かわいい色。なんかアイシャドウそんなに濃くしないでマスカラだけで目を開いた時にすごいこうパッてこのマスカラの良さを見せつけるのもいいかも。ただ下だけはちょっと普通のキャンメイクの黒でやります。クイックラッシュカラーセパレート02番。はい、塗り終わりました。めっちゃかわいい、いい色。使える。これはこなれてる感がめっちゃあるわ。メイク上級者って感じ。はい、下まぶたにこのさっきのハイライトをさーっと。OK、じゃあそしたらリップはまたリップモンスターを買い足したんですよ。自分の11番使ってみようかな。11番のカラー、じゃあ塗っていきます。マジで落ちないからね、すごいよ。だけどあのクレンジングとかではすぐ落ちる。なんかあのマスク移りしないってなんか本当にすごい。あ、だってすっごいマッチしてる、かわいい。こんな感じのカラーです。ツヤやばくない？ツヤ超いい。このリップはしばらく経つと定着するのでマスクすぐつけちゃうと色移りはしてしまうのでちょっと時間を置いて様子見た方がいいかも。もうすぐつけたい場合はティッシュオフして色味だけ残して使った方がいいですね。マジで可愛すぎるこの色。どれにしようかなと思ってこれにしたけど超合ってる。セザンヌのナチュラルチーク N の05番を使います。軽くでいいかな。OK、 いい色で、最後頬にハイライトを足します。 OK、 完成しました。はい、こんな感じで仕上がりました。こういうね、カーキーとか着ちゃってるからもしかしたら秋っぽさっていうのも出ちゃってるかもしれないんですけども、あー、かわいい。このリップがマジでかわいい。11番の5時ってやつめっちゃかわいい。私の好きな感じで仕上がることができました、このリップのおかげで。で、アイシャドウのこのエテュセもめちゃめちゃ使いやすいカラーで、私は今回ねビセと合わせて使ったんですけど単体で使ってもすごく使いやすいと思います。ただちょっとここに鏡がついてくれたら嬉しいかなっていうのはありましたね。はい、ということで何か気になるコスメがあったらぜひチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。